皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です、えー、雇用調整助成金という制度があるのを知っていますでしょうか？えー、誇金まあ、雇用調整助成金のまあ、コットですね。調整の調とは、まあ、お金って誇張金と言われたりもするんですけれども。も、えー、この誇張金というものをえー、まあ。これはあの雇用調整助成金ということで、まあ、特にそのまあ、仕事がなくなった時に。 この仕事がない時も従業員を雇っておけるようにということで特にコロナ禍でこの経済的に活動が非常に制限された時にその収入が減った時その時にこの減ったその事業所にお金を雇い続けなければいけないということですのでその雇い続ける人に給付するために給与を出すために その雇用調整のためにこのお金を出すということが制度としてございます。でこれを、えー、今回国会議員の事務所が特に石原信晃さんの事務所それから大岡さんというこれはの環境副大臣の事務所がですね、えー、この補償金を使っていたということで今回その補償金のことをめぐって えー、特には内閣の参与になっていた、まあ、石原信晃さんは選挙で落ちた後、まあ内閣の参与としてまた就職をしたということでいろいろと批判が集まっている中で、えー、この雇用調整助成金を使ったということが分かって、まあ、この国会議員のほとんどはその税金が原資になっているのに、えー、その使うのは何事かということで、まあ、そういう批判もあって今回、えー、返還の上で辞めるということになったわけですが。 この大加さんについても今回返還をして最初は返還しないとしてたんですけれども返還をしてこれやめるかやめないかは総理の判断ということになって今日15日の時点ではなっておりますでこのあとどうなるかっていうことなんですがこの雇用調整助成金にはですねあのそれ以外にもですね、まあ、その実はいろんな雇用調整助成金の中身がありましてこの雇用調整助成金の中には 今回そのコロナの学校休校に伴う有給休暇を取得させた場合に使える助成金というのもありました。でこれはあの政治団体にも実はこの使えるという制度になっておりまして特に学校にあの通わせている親御さんたちにとってはですねその学校が休みになると結局その子どもたちのために学校を のあの行かない子どもたちのためにあの仕事を休まなきゃいけないとでこの仕事を休むんですけれども、まあ、その家であのテレワークになっても結局子どもたちがいると仕事ができないということでやっぱり休ませてくれということになって今回その休むためにその休む時にそのお金を出すという時にこの有給休暇になるということになると結局年給を消費してしまうとうかですね それからその他のスタッフとの関係もあって要するに子供がいるいないとかですねあってその子供の学校休校に伴うものということでこの今回コロナのことで休んだスタッフのです、ね、お金をその休んだスタッフに払われるものなんですけれどもそれを受け取るのが事業所が受け取るということになっていて雇用主が受け取るというよりもこの支払いは結局支払う先はその 学校を休校したことによって子育てのためにその仕事を休んだ従業員の人たちに働かれるものが今回この国会議員の事務所も政治団体が使っていたということで今回批判を浴びて今回そういった返還ということになっていくんですけれどもこれはその政治活動ができなくなって その分減収になってそれを補填する形での雇用調整助成金とは違って今回のこれ子どものやっぱりこの育児のためにですねこの学校を休ませたその休ませたっていうか学校が休校になったことでその育児のために仕事を休まなければいけなかったということですからある意味その親のための,その支給を 雇用主が受けたとというこでではですねやっぱりちょっと性格が違うと思うんですけれども、まあ、そういったものを今回この変換するということになったことについては私個人はですね本当にこのそういう問題については問題というよりもこれはもうそういうふうに制度仕組みとしてできているものですしこの制度は実はもっと使ってですね あの実はあの本当に一般の人も含めてもっと制度があること自体を知っていただいてこの学校休校の時にその子どものために仕事を休んだ親の人たちが使えるようにしていくもっと使いやすい使い勝手のいいものにしていくっていうことが必要な制度であってまあそ,のそれが職業によってまあこの国会議員の事務所だから駄目だとかそういうことでまたそれが使いにくいものになってしまったのではよくないと思っているぐらい。 こういった制度にはもっと知ってもらって使った方がいいというふうに実は思うぐらいこの調整助成金という制度はありますで特にこの労働保,労働保険特にあの労災認定なんかもそうですけれども、まあ、労災なんかもこれ国会議員の事務所でも労災っていうのはありますし、まあ、労働災害もちろん事故とかですね、まあ、その何かあった時には使うものですから。 そのために雇用保険にも政治団体その政治家の事務所も入ってですね雇用保険に支払いもして保険制度としてそれは維持するためにやっているようなものですからそういう従業員に支払われるものをそれも駄目だということではですねちょっと本当にこの雇用保険の制度自体の立て付けそのものをやっぱり批判することにもなってしまいますので。 まあぜひこの辺のところですねマスコミの方もそれから国民の皆さんにもご理解をやっぱぜひしていただく必要があるというふうに思っております。まあ、特に国会議員というのがとかく収入が多いと見られてはいるんですけれども、まあ、実際のところ政治活動というのはこれやればやるだけお金が出ていくもので本当にその街頭演説もそうですしそれから印刷物を特に郵送代とかすごくかかっていて。 まあ本当にこの郵便出せば出すだけ、えー、まあその分、費用もかさむと、まあ、出さなければいいんじゃないかということも言われるんですけどもでも、それは出さなければそれだけ政治活動を報告する方法もまあネットぐらいしか今はないわけですね、そうそうネットというのは見てもらわなければあの見てもらえないわけですので、まあ、そういったその郵便物でもやっぱり送ってですねやっぱりぜひ手に取ってもらって見てもらう必要があると。 いうことがありますでその街頭でのビラ配りもそうですけれども印刷すればするだけその分お金はかかるそれは住宅で、まあ、コピー機でコピーしたとしてもするわけですしそれから印刷機使ったとしてもやっぱりお金はかかってお紙代とかインク代とかやっぱりそれだけすればするだけお金かかっていく、まあ、そういったものをですね、まあ、今あの稼ぎ活動を続けていけば続けていくだけ大変になるということで。 まあ今回、まあ、その落選ししたた議議員員の中でもも辞める議員も出てきました、まあ、本当に実際ですねこの続けることが難しいという判断になるのはやっぱりもともと資産家でもなくもともと親が国会議員をやっていたわけでもなく、まあ、親が国会議員をやっていたとしてもですね、まあ、本当にもともとのそういう職業がその国会議員でずっとやってたわけではないっていう人もいますし国会議員やっててもそれだけその活動を活発にやっていればそれだけお金がかかるわけですので。 まあそういった中でまあそういった活動費としてまあ支給されているさまざま文通費もそうですけれどもまあそういったものがちゃんと適正に使われていればえ特に問題がないわけですのでまあそういったものをしっかりとやっぱりこのちゃんと政治活動費としてやっぱりちゃんと表に出せてえちゃんと使えるようにしていくということがえ大事ではないかというふうに思っております。 本当に地方議会議員も含めてです、ね、やっぱ国会議員もこういった使途というか、まあ、何に使ったのかということが求められてきております。まあ、そういう意味ではまあ公開がされていくことはとてもいいことだと思っているんですが、まあ、一方でやっぱりお金の,やっぱその使い道だけではなくてです、ね、収入のどういう形で入ってきたお金なのかということを本当しっかりと公開もっと見ていくことが必要だと思っていますので。 まあぜひまあそういった面ではこういった公開をやっぱしっかり原則としてっしっかりとあのまあそういう活動の中身をですねやっぱよく,よくやっぱ重視をしていただいてえぜひこういったその活動の中身をですねやっぱぜひあの皆さんにお伝えするべく私もあのこういったあの活動を通じてえ国会議員の活動というのはどういうものかということをえ皆様にお伝えしていきたいと思っています。 今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またご意見、ご感想などありましたら、ぜひコメント欄、そしていいね、そして番組のチャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました